キチャンネル。じゃ、さあ月曜日総チェック、はいね、交流戦も上げてね、始まりました。またリーグ戦がね、月火水木短い休日でした。またこれでしっかりねプロ野球皆さんで見ていきましょう。ということで今回まずお知らせです。はい、里崎ポロシャツ、はい、これ三連里崎顔です。皆さん買ってくれましたか、ね、買ってない皆さん今すぐね、ツイッター、インスタ、フェイスブック、いろんなところで、購入サイト、誘導してますんで、ぜひそちらでお買い求めください。お安くしてあります。さあということで、ね、今回総チェックいきましょう。まずは、西武対オリックス、11日4対2で西武、18日2対0でオリックス、19日3対2で西武、西武の2勝1敗で勝ち越しというところになりましたけども、11日、4対2で西武、オリックス先発山岡5回3分の1、103球、7安打5三振、1四球4失点と、まあ、全体的には悪くなかったように見えたけども、まあ、西武打線があの立て面ね、まあ、よく対応したかなっていうところが、まあ、試合を見た感想ですね。でも全体そんな悪くなかったように見えますけどね。で、西武先発高橋光南、7回98球、5安打5三振、1デッドボール2失点と、角度がね、非常にあったかなと。角度ある中で、ストレートもそのまま低めに入ったりとか、そこから曲がったり落ちたりして、非常にね、力強い、抑えも効いた素晴らしいピッチングができたんじゃないのかと思います。西武のね、チャンスは3回、まあ今、3回しかなかったチャンス、山岡に対して、そのうち2回ものにしたっていうところが大きかったかなと。まあ4回ね、この2点取るシーンだけども、ワンアウトからオグレディフォアボール。で、山川アウトになって、こう、ツーアウト一塁で、まあ、このイニングも終わったかなっていうところで、栗山がライトへのツーベース。で、ツーアウト二三塁になってから、その際からね、あの、縦面、低めをね、バランス崩しながら、体勢崩しながら拾い上げて、レフトへタイムリーツーベース。ここで2点っていうところでね、非常に反応的には、グッと。いい形をね、見逃せばボール球っていうところをね、うまく反応できたかなと。で、6回、ね、先頭オグレディ、ピッチャーゴールでアウト。で、その後山川が、縦面ね、こちらも、ホームラン。で、ワンアウトランナーしか、栗山内野安打、外崎、レフトへのツーベース。で、ワンアウト二三塁になって、平沼がレフトへ犠牲フライ打つんだけども、この時に栗山に代わって、ダイソー、滝沢ね、非常に浅いレフトフライ。まあ、定位置、ないし定位置より、若干前の犠牲フライを、滝沢、ナイス。ラン、足も速い、スライディングも完璧、これはもうね、滝沢の走力で取った1点がだと、まあ、これね、オリックス、レフト、中川、ね、あれをセーフはちょっときついね、そういったところでは、やっぱあそこ、いくらね、走者速いって言っても、定位置、若干前ぐらいのね、ところは、しっかりね、ホームさせたかったかなと、でオリックスは全体的に少ないチャンスの中で、まあ、7回ね、杉本のホームラン、で、こう8回、ここがね、問題、先頭ね、足立ライトヒット。で、紅林センターヒット。で、ノーアウト一塁になって、代打 T 岡田セカンドフライ。で、福田周平がフォアボール。ワンアウト満塁から、宗がね、ライトへ、タイムリーヒットで1点取って4対2。なおも2点差。で、ワンアウト満塁続けて吉田杉本。ここで、吉田がサードファールフライ。杉本三振で、ここで無得点。これが痛かったね。オリックスはもうここで点を取ってれば、まあ、ない、同点。ないし、延長戦にね、いけたかなっていうところで、この少ないチャンスの中、もうこの8回ね、やっぱ吉田、杉本が抑えられたっていうところでね、まあこれはもう仕方ない敗戦になったかなっていうね、でも正直言いたかったね、勝てるチャンスは唯一ここっていうところでね、で、18日、0対2でオリックス、山本、9回102球、ノーヒット、9三振、1四球、無失点、86人目のノーヒットノーラン、ナイスピッチングね。まあ、79年ぶりシーズン4人ノーヒットノーラン。大野もね、正直9回3分の2まで、完全試合というところで、まあ、正味5人。ね。しかも、このうちパリーグはピッチャー3人。これは史上初です。で、西武、51年ぶりシーズン2度ノーノー。バット。これはライオンズ。1年に2回ノーヒットノーランされるのは、これはちょっと頑張んない。やばいね。で、オリックスはね、この試合、きっちりね、なかなか、点が取れなかったんだけども、西武のね、先発平井も、まあ、5回1失点で非常に踏ん張ったしね、まあ、その中でも、5回表ね、
ワンアウト一塁から宗がライトへタイムリーツーベースで、ここでまたね吉田杉本がワンアウト二三塁からショートゴロ三振するのよ。ここがうまくね連動してくればもっと、ね、オリックスも楽な展開で勝ちきれるけど、まあ、ここも1点止まりね。で8回もワンアウト三塁から、中川ね、犠牲フライで1点、まあ、県立取ってあとはもう山本がねしっかり抑えるっていうところでやろうとゲッセーブ打線バーンとねっていうところです。で15日、3対2で、セーブっていうところで、まあ、セーブね先発与座4回92球5安打2三振3四球2失点と、まあ、ちょっとフォアボールっていうところでねピンチ拡大したかなっていうところと、まあ、オリックスはね山崎幸は4回72球3安打5三振2四球1デッドボール3失点と、まあ、このセーブはそもそもチャンス4回裏しかなかったの。この試合ヒット3本この4回裏唯一このチャンスしかなかった唯一のチャンスで、まあ、3点取って勝ったっていう、なんか展開的にももうえげつない展開だ。4回裏ね、しかも2アウトからね、オグレディフォアボール。で、山川がレフトへタイムリーツーベース打って、で、外崎デッドボール。で、栗山フォアボール。で、2アウト満塁から森がレフトへタイムリー2点、タイムリーヒット。これで一気に3点。ね、この連打っていうところは大きかったけども、山崎幸也的には、やっぱこのね、外崎のデッドボールと栗山のフォアボール、この2人が痛かったね。これどっちかで勝負できれば、このね、3点っていうのはなかったと思うんだよね。そういったところでもこのイニングね、3つの四死球。もうこれがね結果的に全体的には山崎幸也はいいピッチングしてたにもかかわらず負けてしまった一番の要因というところでは非常にもったいないピッチング、ね、だったかなと思います。でオリックスはね初回昨日打てなかったね、吉田が福田がねライト前胸ライト前でワンアウト一三塁作って吉田のタイムリーヒット。でここでノーアウト一塁から杉本が 1-4-3 ダブルプレーマッカーシーアウトと、ここがもっと連動していけばこのイニング 2-3 点取れてれば勝ち切れたのね。で4回表ね、杉本が、ね、あの前の打席打てなかったことを踏まえての、レフトへホームランっていうね一歩遅いっていうね、まあ、よくこういうのあるんだけどね。でこの2点で終わったんだけども、結局オリックスとしては取れる時に取らないからこうなるっていうね、まあ、初回もそうだし2回も先頭 T 岡田ねフォアボールノーアウトのランナー出すけども点取れず、ね、で5回もね、ワンアウト一塁から吉田 4-6-3 ダブルプレーで6回も、先頭杉本ねランナーデッドボールで出すけども三塁までランナー進めても最後足立が1本出ず。で7回こちらも紅林が先頭前先頭ねセンター前ヒットで伏見のバンド失敗ダブルプレーバーッとこの水上のバンド処理クッ早かったね。ギリギリセカンドアウトだったけども、まあ、こういったところもねこのバンドがしっかりできないっていうところではオリックス痛い。で9回ワンアウトから T 岡田が出塁するけどもここでねダイソー佐野盗塁試みのアウト森ぐっそり取ってから早かったね。だこういったところで、ね、このバント、ね、もしくは盗塁、もちろん水上森のね、その処理っていうのは本当に素晴らしかったけども、オリックスとしては攻撃をね、さらに広げれなかった。ノーアウトからのランナーを点に結びつけられなかったっていうところがね、まあ敗戦。だから、この金曜日も日曜日もオリックスからすれば、取れるときにやっぱ取れないところがやっぱこのね、敗戦につながってるし、逆に西武としてはそういったところをね、しっかりリリーフ含めて踏ん張れた守備能力の高さっていうね、っていうところがこのカード3連戦っていうところをしっかり勝ち切れた試合だったかなと思います。結果2勝1敗で西武の勝ち越しでした。さあ続いて日本ハム対ロッテ11日4対7でロッテ18日1対3でロッテ19日2対4でロッテロッテの3連勝っていうねところになりましたけども、交流戦がね唯一パリーグの中でロッテがね勝ち越して、まあその中でもちょっとパリーグ全体的にね同じような勝敗数だったんでなかなかゲーム数が変わらない中でここでねいきなりの 5位6位対決で3連勝して一気にね3位まで上がってきましたけども、非常にねいい戦いだったかなとロッテからするとね。で、17日、4対7でロッテロッテ先発ね、石川が、故障で離脱する中、お鉢が回ってきた札木先発3回3分の1 69球7安打1三振3四球4失点、まあ全部が緩いもう投球腕も触れてないし投球自体もなんか緩く感じるね。そういったところではちょっとこの日ね投球っていうのは久しぶりチャンスだった中にちょっとがっかりだね。でもミスがあったんでねちょっと二木もかわいそうだったかなと、まあ、この試合ね題して言うんだらミスの試合です、はい、初回ね石井がライト前ヒット打ってで浅間がスライダーセンター前ヒットでノーアウト1、2塁から松本がねサードゴロ打つんだけどもサード安田がねなぜかサードベースを踏んでセカンドに投げてセーフっていうね三塁だけアウト、あれそのまま 5-4-3 だとダブルプレー取れたのよ。
そしたら二木は0点で済んだかも分かんない。そういったところも守備は勝つバットやで、清宮その後ワンアウト2塁からセカンドゴロ、ね、中村が取ってセカンドショートエチェバリアで低投して、エチェバリアが体勢、ね、こう崩しながら、まあ、ファーストに投げたけども間に合わずセーフ。これもダブルプレー取れた。でその後に野村がねレフトへ先制タイムリーで、万波フォアボール、ヌニエスね押し出しっていうところで3失点するけども、これはねもう安田と中村の守備のミスだね。これミスがなかったら0点でいけてんだよね。そしたら二木もちょっとねいい形の立ち上がりになって、結果がね変わったっていうところもあるけども、まあ、全体的に二木の投球は緩かったけども、この守備のミスっていうところで二木の首を絞めたっていうことを考えると、守備のミスにねバッとビッグバットよ。そういったところではね、この二木のその野球人生っていうところの節目をね、このミスっていうところが、まあ評価を下げたかなっていう印象はありますよね。で、その中でも、で、2回裏ね、アルカンタラにホームラン。で、4回裏、アルカンタラフォアボール。で、石井の、ゴロの間に二塁に行って、で、ここで小沼に変わるけども、小沼がね、センター前のタイムリーヒットを打たれて、まあ4対0になるっていうところではね、まあその二木的にも反省しなきゃいけないところはあるけども、まあ守備陣が結構二木の足を引っ張ったなっていうね。で日本ハム先発噂、7回109球2安打7三振2四球無失点と、まあ本当こちらも勝ちがつかなくてかわいそうと、まあこれ結果論だけども109球、もう一回いけたんじゃないのかなっていう、これは結果論だけどもねっていうところは、もうこう負けたことによってね、こうちょっと考えちゃいますよね。でロッテはね、このままもうそのままスーンと負けるかなと思ったら、まあ8回表ねピッチャー、噂から石川に代わって、高部でね、ライト前ヒット。で、代打、角中が、ライト前ヒット。ノーアウト一塁、一、二塁になって、荻野がタイムリーツーベース。で、マーティン三振するけども、中村がレフトへ犠牲フライ。で、ツーアウト二塁から、こう山口がアウトで2点。で、この時点で4対2。まあまあ、まだあれかっていうところで、9回ね、日本ハムは、もう定石通り、守護神北山ね、出てきて、レアード、フォアボール。この、まずレアードのフォアボールが痛いよね。で、佐藤としては、ライトへツーベースで、ノーアウトに三塁になって安田がねレフトへのタイムリーヒット。この安田のねあの高めのボールをレフトに打たれるってことは力ないね、ちょっとストレートの質が悪いのかなっていうね。でここでダイソー和田になって、ね、ノーアウトに三塁で高部の打席で、ここでキャッチャー宇佐美のね悪送球っていう形で、三塁ランナー和田がホームに帰ってくるんだけども、ここで一番の問題はよ、まあ、宇佐美のね、送球がなってってなるけども、ショート石井がね、この、盗塁した時に、まあ、ランナーと交差して若干倒れ込むんだよね。で、それでボール落ちたところを見て、和田がね、ホームへ突っ込んでセーフになるんだけども、まあ、ここで一番やらなきゃいけないのは、ショートの石井がベースをまたいで走者にタッチしようとしたんだよね。でも、一、三塁っていうことは、そういうことは起こり得るんだよね。もしくは、ランナーの方に送球が当たることを考えたら、リスクを取ってしっかりね、危機、管理能力が発生するんだったら、ベースをまたかないで、あれは、まあ、ロッテ、井口さんもよく、やってたけど、セカンドの時に。セカンドベースの前に入んなきゃいけない。前に入って、タッチすることをやらなきゃいけないんだよね。なぜかっていうと、万が一、和田がホーム塁変えるかもわかんないよね。だからそういったところでは、セカンドベースの前に入って、盗塁をタッチしに行こうとしたら、あれが、一塁ランナーの岡、ね、ダイソー岡と、衝突することもなかったし、多分ボールがこぼれることもなかったし、前で処理できたと思うんでね。で、そうしたら多分三塁ランナー和田はホームに突っ込んできてないからね。で、もうあのホームのね、宇佐美のタッチは追いタッチ気味になってるけど、あれはもう和田がキャッチャー追い越してるから、多分あれはもうどう考えてもアウトにはできないね。だから正直考えると一番のミスは、やっぱり石井がセカンドベースをまたいで一三塁のなのにタッチしに行こうとしたことでランナーと交差して和田を本塁に返してしまったっていうところがやっぱり一番の問題点なんで、あそこはやっぱりセカンドベースの前に入らなきゃいけないなっていうところはありますね。でその後ね、結果的に高部は三振で、角中ね、ショートゴロで、ツーアウト三塁になって、で荻野を敬遠気味のフォアボールで、三木の時に荻野が盗塁で、この三木がねフォアボール、この三木のフォアボールも痛かったね。正直ここ絶対取らなきゃいけないところでフォアボールで、ツーアウト満塁から中村がね、走者一掃の、タイムリーツーベースで一気に、勝ち越して5点取るんだけども、まあ、守護神北山からしたらやっぱ三四球っていうのはやっぱり痛いね、まあ、そんな時に、まあ、なかなかね勝ちきれなくなるっていうところと、やっぱこの三木のフォアボールが正直北山にとっては一番痛かった。で日本ハムとしてはやっぱね、この1回3回7回9回ここでやっぱエラーが出てんだよね。
まあ、得点失点には絡んでないけども初回ねアルカンタラのファンブルでエラーで、3回エチェバレアね初球野村の、ファンブルで7回、野村がね、後逸っていうねレアル球っていうねで9回この宇佐美のエラーっていうところでこの得点には失点には絡んでないけどこの 1,3,7 回のエラーとかで打順の巡りとかが変わってきたりとかリズム感が勝ってるのに悪くなったりしてるっていうところで結局こういった積み重ねが全体的なことを悪くしてんだよね。で逆にロッテから言うとね負けてるけどキャッチャー佐藤ね4回裏浅間松本ねこの 2盗塁連続で刺してね非常に取ってからも早かったしこういったところのね積み重ねっていうのが終盤のね流れを変えたりするんでそういったところでは最後ねこの8回9回というところが目立ちがちだけどもこういったねロッテの守備佐藤のね盗塁を刺してそれ以上失点しないっていうところとまあ失点には結びつかなかったけども1回3回7回そういったエラーでリズムバランス打順の流れっていうのがロッテからすると良くなっていくっていうところは非常にねこのミスの試合の中では大きかったかなっていうねところではあります。18日3対1ロッテっていうところでロッテ先発ロメロ6回101球7安打2三振1四球1失点と、まあ、初球ストライク率約 80% とこの積極的に打つ日本ハム司令の打線の中でそのストライク率がかなり高いのにそれを仕留められなかったっていうところが一番の日本ハムの敗戦理由ですね。で日本ハムは4回裏ね野村のホームランのみでねこう連打できずっていうねこれもホームランのみでもう連打できしきれてない初球どんどんストライク投げてくる対応できないっていうところがね、まあ、この敗戦の一番の理由かなと。で日本ハム先発伊藤ね6回107球7安打4三振3四球3失点と、まあ、援護なしでこれはもうちょっと仕方ないかなと伊藤を攻められないね。その中でロッテはね荻野がいい仕事というところで3回表ねワンアウトからエチェバリアのショート内安打で荻野のセンター前ヒットで高部が、レフトフライで中村レフト前ヒットで山口がねレフト前タイムリー2打点で荻野のね2塁からホームへナイス走塁グッね。で5回もね荻野のフォアボールから始まって高部バンド中村がレフトへツーベースで1点っていうところでね、まあ、しっかり少ないチャンスでもこれ荻野がねいい仕事をして、まあ、前日もそうだったけどもこう出たりね出塁して足を絡めていくっていうところでは荻野がね復調してきたっていうことがねロッテにとって一番流れが良くなってきてるところかなと思います。そして19日2対4でロッテっていうところでね日本ハム先発が上原ね5回3分の1 93球9安打5三振1四球4失点とまあ初回ねいきなり3失点したっていうところがちょっと上原的には痛かったかなと。初回ねその調子が良い荻野がレフトへツーベースで高部がノーアウト2塁からね3塁側へセーフティーバンドできっちり出塁して1、3塁ね。まあ、こういったところもやっぱりこのセーフティー高めしてくるからね。やっぱハムとしてはやっぱ警戒守備のね、意識っていうところをしとかなきゃいけないね。で、ノーアウト1、3塁になってから高部の盗塁成功。で、ここで中村がね、犠牲フライ。ね。で、山口のセンター前タイムリーヒットになるんだけども、この山口のピッチャーゴロね、がセンター前抜けたんだけど、これ上原で取らなきゃ。あれ取ってたら1失点でね、収まったところ、あれを取れないでセンター前に抜けると。で、全体的に、球が高い。やっぱり調子がいい時っていうのは低めにね、チェンジアップ、フォーク系いけてたのに、全体的に球が高いっていうところでね、そこをしっかり仕留めきれられたかなと。で、三馬はね、5回59球、6安打1三振、1失点とね、まあ全体的に、5回までね、59球と、球数も少ないですし、ストライク先行で勝負できた。で、そこを連打許さずっていうところでね、まあ前日のロメルと同じように、ストライク先行でどんどん投げていってるけども、日本ハム打線がそれを対応しきれないっていうところでは、非常に、まあ、こう、いい方向にね、その積極的に打っていくところが、いい方向に進んでないっていうところがね、まあ、この18日、19日の試合ではね、ちょっと見えたかなと。で、日本はね、3回裏、中島がね、レフト前、で、松本送りバント、で、石川のセンタータイムリーヒットで1点、この後ね、清宮3、6、4ダブルプレーで、こう、連打出ずっていうね。で、8回も、ヌニエスがね、西野からホームラン打つけども、まあ、このね、2点止まりっていうね。まあ、だから日本ハム的にはこの6回裏ね、4対1と3点差の時に、ワンアウトから清宮内安打、野村がね、ツーベースで、ワンアウト2、3塁から、アルカンタラ3、4、今川セカンドゴロで、ここで1点、2点取れてたら、終盤の状況分かんなかったけども、この6回でね、点を取りきれなかったっていうところが、一番痛かったかなと。まあ、でもこのね、やっぱり3連勝、ロッテの3連勝は、やっぱり17日の初戦の日本ハムがね、この終盤勝ちきれなかった、これ勝ってたらひょっとしたら18、19も逆転した可能性あるけども、この17日の日本ハムの敗戦というところが、ロッテの3連勝を、ね、させてしまった流れかなと。全体的にはロッテはね、本当にこの金曜日しっかり勝ったことでね、その後も、投打の軸がしっかり噛み合ってね、素晴らしい戦いだったかなと思います。結果、ロッテの3連勝でした。さあ、続いては、ソフトバンク対楽天。
17日9対4でソフトバンク、18日3対1でソフトバンク、19日4対1でソフトバンク、ソフトバンクの3連勝っていうね形になりましたけども、17日ね、楽天先発田中マー君、5回95球12安打2三振2四球7失点4本の基本塁打ね。これはねピッチング見ててもなんか上半身がなんかちょっと軽い、ちょっとなんか力感感じられないっていうね。だからボールに力が伝わってない感じで、ちょっとキレももう一つかなと。逆にソフトバンク先発戦がね、6回100球、8安打7三振、2四球4失点と、だから状態が立ち投げ感ある、だから下半身が使えてない感じ、で終盤ちょっと下半身ね、使えてきたかなっていう感じが出たけども、ちょっと力の乗りが悪いっていうところで、マー君はちょっと状態に力入ってない、全体緩い。千賀はちょっと立ち投げで下半身力入ってなくて上体だけで投げてるっていうね、ちょっと両極端な2人のね、ピッチング、だったかなと思います。その分ねなかなかこうピリッとねしないっていうところではソフトバンクね、初回柳田がねライトへスタンドへホームラン、だから柳田がやっぱホームラン打ってきだすとね俺ソフトバンクも波乗るね。でもしっかりね2回の表今度は茂木がねレフト、スタンドにホームランで、3回の表武藤がねヒットを打って、西川送りバントで小深田アウトになるけども、ツーアウト三塁から浅村タイムリーヒット、島内ね、ライトへタイムリーツーベースで2点こう3対1でね、いい方、まあ、この時は本当千賀も乗り枠って立ち投げみたいな感じでしたけども、3回裏ね一気に今宮ヒットでデスバイのフォアボールでつないでワンアウト2塁から牧原ね右中間へスリーランホームラン牧原くっ、ね、でグラシアルもホームランくっ2連発っていうね、ここで一気に4点取って5対3と逆転。でもこの5回裏のグラシアルのホームラン、そして柳町のライトへツーベースでちょっと勝負ある感ができた、このキーポイントは5回裏だったかなと。柳町もね、怪我から復帰してきていい形のねヒット出てます。あ、6回表にね辰巳のタイムリー点取るけども、7回裏にね中村明がねライトスタンドへのツーランホームランっていうところで、まあ4本のホームランで結果ソフトバンクはね、まあホームラン祭りで圧勝っていうねところでございます。だ逆に言うとやっぱソフトバンクはやっぱホームランがね茂木1人っていうね、で柳田牧原グラシアル中村とね、この1試合5本塁打ですからね、まあそうなったらなかなかね太刀打ちできなくなるかなっていう感じです。18日3対1でソフトバンク、ソフトバンク先発大関、8回113球、1安打7三振2四球1デッドボール無失点と、まあ序盤ね本当ストレート中心っていうところで、で中盤以降は変化球中心と、この前半ね力があるときにはストレートで、終盤は変化球っていうね、まあ理想的な、投球内容ピッチングだったかなと思います。で楽天先発川島もね5回3分の1 77球4安打2三振2四球1失点と、まあ柳田にね4回表ホームラン打たれるけども、変化球をね低めに丁寧に投げて持ち味しっかり出せたんじゃないのかなと思います。でこのね4回裏に柳田がねホームラン打っていって、まあこのまま終わるかなっていうねところで、楽天もねヒット3本しか打ってないんで、これから終わるかなっていうところでね、大関がね8回までしっかり投げて1安打で抑えて、9回ね満を持してモイネロが出てきた時に、ワンアウトからね、田中和樹フォアボールで、小深田アウトになるけども、浅村ね2アウト2から1塁空いてるから敬遠気味のフォアボールで、島内フォアボール、だからこの島内のフォアボールが多分ソフトバンク側からしたら想定外だったと思うんだよね。で2アウト2塁からね銀次がレフトへタイムリーヒットで同点、このカーブをねうまく流し打ちっていうところでは非常に良かったね。でここでもう一気に行きたかったところだったけど、まあ、ここはねモイネロがしっかりね踏ん張ったかなと、思います。そして10回表もね楽天、又吉からね茂木ライト前で川島バントで2アウト2塁から鈴木田中和樹がピッチャーゴロ三振で打ち取られて、ここでね1本出てればっていうチャンスはね9、10度作ってるだけにね、まあ10回裏ねなんと周東がライトスタンドへのツーランホームランでソフトバンクサヨナラ勝ち、シュートナイスバッティングからのナイアガラ的なシャワーでお祝いです。まあ、これね、10回裏ね三森がレフト前、これ中村晃バンド失敗ピッチャー裏ねそれをシュートが救ったっていうね、まあ、中村も前日ホームラン打ってますけども、まあ、これはね、しっかり粘り勝ちだったかなと。逆にね楽天はチャンスあったんですけど、まあ、全部でね3本しかヒット打ってないんで、なかなか少ないチャンスのねものにできたんですけど、まあ、最後はねシュートの一発に終わっちゃったかなと。で、19日、4対1でソフトバンクの勝ちっていうところでね、両先発早稲田大学先輩後輩対決っていうところで、楽天先発早川5回3分の2 96球6安打1三振3四球4失点、ソフトバンク先発和田6回71球1安打8三振無四球1失点っていうところで、こちらはですね日刊スポーツで、里崎評論出してますけど、まあその中でね、解説、してたのがですね、
やっぱこの最近ね、やっぱスピード変調、やっぱスピードね、やっぱ出る選手がいて、まあ、スピードはね、正直そら出ないより出た方が絶対いいんですけど、まあ、出たからってどうなんやっていうところもある中で、この日ね、和田41歳です。しっかりね、ストレートの質がね、めちゃくちゃ良かった。で、特にね、和田は3回までストレート比率 75%、それに対して早川は 46% と、やっぱその、和田がどれだけストレートをしっかり序盤から使って、で浅村もね、高めのストレートで三振取ったりして、その質のいい、でもそのストレートスピードっていうのは5キロぐらい早川に比べたら和田の方が遅いんだよね。それでもしっかり質のいいストレートを投げ込んだ、ね、しかも 75% がストレートで、その中で、まあ、6回1失点トータルでも 62% がストレートで、早川は 43% がストレート。だから若干和田としては前半ストレートをいっぱい使って終盤から変化球に変えていくっていうね、この回転のバッテリーのその理想的な、だから大関と同じような投球パターンで、まあ逆に言うと2試合連続楽天は打線的にはやられてるんだけども、で、そうなった時に、やっぱりね、この早川的にはやっぱ変化球にね、頼りがち。だからストレートがあっての変化球だから、でそのストレートも3回にはね、グラシャルにライトへホームラン打たれたりしてね、もうちょっとストレートの質も上げていかなきゃいけないっていうところもあるけども、全体的にやっぱ半分以上が変化球っていうところは、もうそのね、ソフトバンク打線の怖さっていうところが上回ってんのかなと。それともう一回ね、早川も長くプロ野球生活これからやっていく上では、やっぱり質のいいストレートっていうのをどこまで投げれるかっていうところが勝負だから、そういったところをね、先輩の41歳の和田は見せてるわけだから、やっぱりもうちょっと質のいいストレートをどんどん投げていくことによって変化球がより生きるっていうピッチングスタイルっていうのをしっかり確立していけば、もっとね、勝てる投手になるんじゃないのかなと。和田はね、まあ、この41歳コンディショニング調整ね、能力も含めて150勝おめでとうって、ね、ナイスピッチングでしたね。だから楽天としては、あとはね、この日刊の評論にも書いたけども、まあ、2軍ではね、和田とか内田、黒川とかね、そういったところをしっかり成績出している選手がいるんで、まあ、そこら辺とね、今ちょっとね、このベテランクラスでも成績落ちてる人たちいるんで、思い切ってそこを入れ替えてね、この2軍での活性化っていうのを図るとともに、まあ、まだシーズン序盤なんでね、そこら辺のチャンスを上げると、まあ、2軍の選手たちもよし、今度は俺もってね、こう今楽天2軍も調子いいしね、こう勢い立つっていうところもあるんで、こうあんまり野手の入れ替えっていうのが楽天ないんでね、そういったところではそのチャンスをね、与えるっていうところもいいし、まあ、田中ねとかは代打チャンス与えられて最後見逃し三振ね、まあ、見逃し三振したいと思ってしてるわけじゃないと思いますけども、まあね、このサイレンのように見逃し三振しちゃうとね、なっちゃうんでね、そういったところではもっと積極的なバッティングっていうところが見たかったかなと思います。ということでね、結果は4対1でソフトバンクの勝利というね、ことになりました。はい、セリーグ、中日対巨人、17日2対0で中日、18日4対3で中日、19日3対5で巨人、中日の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、17日ね、2対0で中日、巨人先発菅野、7回84球、6安打4三振、無四球、1デッドボール、無失点と、まあ、制球、変化球の曲がりも遅くね、非常にグッピッチ、めちゃくちゃ素晴らしかったと思います。で、中日先発大野も、8回95球、3安打10三振、1四球、無失点と、本当にミットに入るまで、このね、投げてからもう糸引いてんちゃうかっていうぐらいのコントロールの良さと、その球のキレ、すべてにおいてバランス、非常に素晴らしかったと思います。まあ、菅野大野もね、両先発、グッピッチ。ね。で、8回ね、表裏の攻防、この1本出るかどうかだけで、まあもう勝負が決まったかなと。だからそれぐらいね、両チームともに、このなかなか決定打っていうところがね、なかった中で、この8回の表裏ね、8回表、巨人はね、岡本、レフトフライ、坂本三振、ツーアウトになるけども、そこからポランコがね、内野安打。で、増田陸、センター前ヒット、ツーアウト一塁になって、中田フォアボール、あのインコースストレートね、ガー上げてほしかったね。で、フォアボールになって、ツーアウト満塁、で、代打石川ね、最後アウトコースにね、逃げるツーシーム系、三振して、アウト。ね。で、8回裏。こちらね、中日の攻撃。ピッチャーはね、菅野から今村に代わって、まあ、ここね、8回の表でね、この中田で、小林代打。で、菅野のところでね、石川代打と、ここで菅野ね、諦めて、これがね、まあ、この勝敗の妙になったかなっていうところで、ピッチャー今村出てきて、大島レフト前ヒット。で、岡林送りバント。で、高橋翔と内安打。ワンアウト一三塁になって、ファーストランナー代走加藤すかさず盗塁。で、ビシエドは三振。で、ツーアウト二三塁になって、阿部はね、ライトへ、タイムリーヒットっていうね、ところでこの2点入るっていうね、このツーアウトから阿部、グッてね、これ結局最後の1本出るかどうかね、だけで
結局はね中日が、勝ち切ったかなと。だから巨人のやっぱキーはね大勢までどうつなぐかっていうね、この8回を見てね菅野に代打勝負いく子もね、まあ、今村が粘りきれずっていうところでこれどう持っていくかがね今後の巨人の勝ち方へのキーポイントかなと思いますね。で18日4対3で中日っていうところで巨人先発アンドリス、3分の1、13球、1安打、1四球、1失点と、まあ、鵜飼の、ね、ピッチャー強襲で足に当たって交代っていうところで巨人はこれがね痛かったかなと。でその中でね中日はね、初回その後ねチャンスワンアウトですに拡大して4番に入った阿部がね、犠牲フライで2回には下位打線ね木下ヒット、京田ライトへヒットで高橋宏と空振り三振の中でワンアウト1、3塁から大島がねライトへタイムリーヒットっていうところでね、しっかり2点取って、でその代わり3回表にね、巨人は代打大城がねバックスクリーンホームランで、そこからも、ウォーカーはアウトになるけども丸、吉川、岡本とね、連打デッドボールでつないで坂本がね、ワンアウト満塁からライトへタイムリーヒットっていうところでね一気に3点取って逆転して、まあ、この流れでね行くかっていうところで、そこからはねこのリリーフね平内、桑原、高梨っていうところもランダー出して苦しいところもね粘って粘ってっていうねところだったけども、6回ぐらいねワンアウト三塁から大島のねライトにタイムリーヒットっていうところで、まあ、これもね8番京田がセンター前で代打三ツ俣、ね、特に京田が盗塁してで送りバントっていうね、この下位打線からチャンスを作って上位にっていうところができるとね、まあ、打線の周りは良くなってくるかなっていうね。だから結局ね、まあ、大島っていうところと初の4番に入った阿部っていうところがね、まあ、機能してね得点に結びつけたっていうところでは非常にねいい形の点数のね下位打線から上位へっていうところもね、点数の取り方だったかなと思います。で、中日はね高橋宏と5回3失点するけども、その後ね藤島、清水、ロドリゲス、ライデル・マルティネスっていうところがね完璧に抑え切ったっていうところは非常にね、この勝ちには最後ねサヨナラ勝ち大きかったかなと。で9回ね、ピッチャー巨人はね8回から、まあ、買いまたぎでね、ビエラが行ったんだけども、先頭鵜飼がね、ツーベースで阿部レフト前打ってノーアウト1、3塁でアリエル・マルティネスがねセンターへサヨナラヒットっていうところで、まあここら辺やっぱり体勢をねどう持っていくか、ね、このビエラの買いまたぎはどうだったんだっていうねいろんなところはありますけども、まあ結局ねしっかりこのねドラゴンズが勝負どころでヒットを打って点を取ったっていうところと、巨人としてはランナー出すけども追加点取れないっていうね、まあ4回にも2アウト1、2塁からね吉川がアウトになって、で、5回にもそのね2アウト1アウト満塁から中田、大城っていうところが点が取れなかったりとか、結局このジャイアンツは4回5回にね追加点が取れなかったっていうところがこの敗戦にねつながったかなと。で15日はね、5対3で、ジャイアンツの勝ちっていうところになりましたけども、まあ、この試合はね巨人先発、シューメーカー7回91球6安打4三振1四球1失点と非常に丁寧にね低く、まあ、持ち味出すかなと。あとはインコースもしっかり攻めてアウトコースっていうねこの幅の使い方高低っていうところが非常にしっかりできたんじゃないのかなと、まあ、左右関係なくねインコースもしっかり投げれたのはね投球の幅が非常に効いたんじゃないのかなと思います。で中日先発柳ね7回121球7安打8三振4四球4失点と、まあ、そんなに投球自体はね悪いように見えなかったけども、まあ、4回表ねワンアウトから岡本にねライトスタンドホームランで坂本ヒットポランコツーベースでワンアウト2、3塁から増田陸のねレフトへのタイムリーヒット、これがね大きかったね。でもインコースのね結構いいところ投げてんだけど、増田がね肘畳んで腰の回転でね打ったレフト前ヒット、増田グッパって、ね、でこれもそんな悪い球じゃなかったんだけどね。でその後4回裏にねしっかりアリエル・マルティネスがね低めのチェンジアップ系かな思いっきりすくわげてねホームランを打って、このまままた逆転するかなっていうところで、今回はねしっかり巨人が追加点取れたっていうところがまあ大きかったかな。この、6回表もね岡本三振で坂本フォアボールポランコライトへのツーベースでワンアウトで三塁になってね今度は増田敬遠しますと、先を打たれたんでね敬遠したところで代打大城ねワンアウト満塁からセカンドゴロね、まあ、あれダブルプレー無理だね、ダブルプレーの崩れの間に行ってね、で8回にもワンアウトから増田陸フォアボールね、で大城三振するも、増田が盗塁を決めて、でツーアウト二塁から代打中島がねレフトへタイムリーヒットっていうところで、この今日はねしっかりこの
得点をね、追加点取れたっていうね、これもし4回の3点のままだったらひょっとしたら負けてたかもしれない中で追加点取れたっていうのはね、非常に大きかったかなと。で、9回裏ね、もう大勢ね、4打差でもやっぱ3連敗できないっていうところでね、出してくるけども、アリエル・マルティネスフォアボールで高橋周平ホームランっていうね、結局5対3で勝ったけども、まあ、ちょっとバタつくね。そういったところではね、今後どうなっていくかっていうところは若干巨人の心配はあるけども、ドラゴンズがね、2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりました。さあ続いて阪神対 DeNA、 17日7対5で阪神、18日4対1で阪神、19日7対4で DeNA、 阪神の2勝1敗で勝ち越しっていうところになりますけども、阪神もね、交流戦爆上げして、 この出だし2勝1敗はね、非常にいい形の、出だしだったかなと。まあね、これで A クラスっていうところで、まあ、首位にね、どこまで迫れるか、ここからがね、勝負かなっていうところで、11日ね、7対5で阪神。阪神先発青柳、6回96球、3安打6三振、2四球、2デッドボール、4失点、自責3っていうところでね、ちょっと制球苦しいんだけども、まあ初回エラーからの失点っていうところが痛かったかなと。まあでもね、援護にも恵まれ、あとはまあスイスイっていけたところでは、まあ援護点っていうところがね、非常に青柳にとったら大きかったかなと。で、DeNA 先発今永ね、6回92球、7安打2三振、1四球、6失点と、まあ立ち上がりね、リズムに乗る前に4失点、まあこれがきつかったかなっていうところでね、DeNA はね、先制ね、ワンアウトから関根デッドボール、で、佐野のね、セカンドゴロエラー、山本光一、バーッと。で、その後ワンアウト3塁だって牧がね、レフトへ犠牲フライ。これをね、3塁ランナー関根ね、スライディングスピードクッとホームへのスワンっていってね、であれはもうキャッチャーね、この上げて下ろす時だからね、ちょっとあれは無理だね、バウンドがうまくね、あの投げての方がね、合わせられなくて上がって下がったところなんでね、あれをホームで刺すのはちょっと難しいかなっていうところでも、このね、佐野のセカンドゴロね、この山本のエラーっていうのはね、この青柳にとったらきつかったかなと。でもその後ね、阪神ね、1回裏、島田センター前、中野レフト前で、近本レフトフライ、佐藤ショートフライでついえるかっていうところでね、大山フォアボール、でその後糸原がね、しっかりレフトへね、2点タイムリーで、ここで終わらないで2アウト20から山本がね、さっきのエラーお返ししますっていうところでね、レフトへタイムリー2点ツーベースね、エラーの体挽回、山本ギュッて、こういうのね、やっぱ大事なんだよ。そうなってくるとね、ごめんなさいね、1点取られちゃったけど僕の力で2点返しときますみたいなね、そういうところでこの4点っていうのはね、非常に多かった。しかも大山がね、絶好調っていうところで、この大山をフォアボールに出したっていうところを考えるとね、次のバッター大事になるところで、初回から糸原がね、しっかり2点タイムリー打てたっていうのは打線の流れ的には良かったね。でしかもこのね、初回の4点だけに終わらないで、きっちりね、勝負してくれたら打ちますよっていうところで、3回裏ね、大山が、ホームランね。で、DeNA はね、6回表に、ワンアウトから、牧デッドボール、宮崎フォアボール、で、桑原アウトになるけども、2アウト1塁からね、神里が宇宙間へ3ランホームラン、青柳キラー、対青柳、対センター率4割超えっていうね、もうその数字をね、こよなく発揮して、この3ラン。ね。で、ここで5対4と1点差に迫るけども、こうすぐ、今日のね、阪神はすぐ行く。6回裏、大山がホームラン。ぐっ、大山すごいね。で、でもうちもすぐ行くよっていうところで DeNA もね、7回表に、2アウト2塁から佐野がね、センタータイムリーフット打って、まだ1点差継続、取られたら取り返す、1点ずつだっていうところで、7回裏ね、2アウト2塁からこっちは近本が打つぜっていうね、センターへのタイムリーヒットで、これ阪神もね、取られるけどしっかりその裏にね、取るっていうところでね、結果7対5で逃げ切れたっていうのがありましたけど、逆に DeNA をね、その取った次の回をしっかり抑えなきゃいけないっていうところで抑えきれなかったところがね、この敗戦になったかなと。で、18日、4対1で、阪神っていうところで、阪神先発伊藤ね、9回94球、3安打3三振、1四球、1失点、完投でございます。グピチ。ね。で、まあ、佐野以外ね、全員右打者っていうところもあったけども、この逆対角線、右バッターへのアウトコースのストレート、ツーシームっていうところの制球精度がグッチ。非常に、素晴らしかったと思います。DeNA はね、もう3安打っていうところで、もう完敗です。ね。8回、9回ね、まあ、外低めを打たせてね、このダブルプレーっていうところも、伊藤にとったらね、すごくピッチ。ね。ここら辺はね、もう測ったように、狙ったようにっていうね、ダブルプレー取れたかなと。で、DeNA 浜口先発。4回3分の2、100球、6安打1三振、4四球、4失点と。まあ、結局ね、フォアボールから失点っていうね、ところになってるっていうところが、まあ、敗戦つながったかなと。まあ、初回ね、太田がね、レフトスタンドへホームランっていうところでね、DeNA 今日は行くぜっていうとね、いい感じのスタートダッシュ切れたけども、1回裏ね、ワンアウトから中野フォアボール、で、近本レフト前、で、佐藤テイがね、センターへタイムリーツーベースで、しっかりもうすぐ逆転と。だからこの昨日と全く同じ展開。
取られるけどすぐ取り返す、これ阪神的にはいいけども、やっぱ横浜的には、DeNA 的にはそれはそこをね、なんとか頑張らなきゃいけないっていうね。で、3回裏、ツーアウトから、佐藤輝フォアボール、で大山がバックスクリーンホームランっていうね、フォアボールから打たれるっていう、この流れがね、もう一気に流れをね、悪くしたっていうところはあるけども、伊藤はね、フォアボール一つと、安定したピッチングで打たせて取る、ね、非常に素晴らしいピッチングだったと思います。で、19日、4対7で DeNA ね、3連敗阻止っていうね、ところで、DeNA 先発、京山ね、5回90球、4安打2三振、3四球、3失点と、まあ、前回ね、ロッテ戦、いいピッチングしたけども、最後ね、逆転されちゃって、まあ、勝ち星ね、逃げていくっていうね。で、阪神先発、西純也ね、3回3分の1、64球、4安打2三振、4四球、3失点、じゃこちらもフォアボールがね、ちょっと痛手っていうところで、先制はね、阪神、2回裏ね、佐藤輝、ね、セカンドゴロ、牧、悪送球、バーって、普通に投げときアウト。ね、で、大山アウトに取るけども、糸原のピッチャーゴロね、京山、セカンドフィルダー処置、当たって落としてセカンドね、もうあれ、ファーストでいいや、投げといたら。で、それで、ね、フィルダー処置残って、で、糸井がライト前ヒット。で、ワンアウト満塁から、ピッチャー西純也、レフト線ね、三塁線抜ける、タイムリーツーベース、西、グッバッティング。まあ、二刀流だね。西純也、二刀流です。ね、でもこれもね、これ結局、牧のエラーと、京山のフィルダー処置っていうところで、これ多分ね、無得点で済んだんだよね。だからもっと DeNA はすんなり勝てたかなっていうね。で、その後ね、ワンアウトじゃないですか、坂本がね、センターへタイムリーヒットと、こう追加点取って3点ね、いい流れできて、今日も3連勝するぜっていうところで、今度はね、真逆の展開。DeNA が取られたらすぐ取るっていうところで、まあ、京山三振、3アウトと、2アウトになるけども、2番森、レフト前ヒット。で、海老名が、タイムリーツーベース打つんだけども、このね、一塁走者森が三塁も回ってホームイン、クッて、森のスピード、すごかったね。いい形の走塁です。でね。で、4番牧がフォアボール。で、宮崎もフォアボール。ここでフォアボールがね、やっぱ西純也的には痛かったね。で、2アウト満塁になって、桑原がね、レフトにタイムリーヒットでこの2点っていうところで、まあ、しっかり追いついたっていうね、取られたら取り返す。ね。これがね、まあ、だからこの3連戦のテーマは、取られたら取り返すなんだよね。それができるかどうかっていうところ、それを守れるか守れないかっていうね。で、結局、金土は、DeNA は取られたら取られるっていうのを守りきれなかった。この阪神は取られたら取られるっていうのを、阪神が今度は日曜日は守りきれなかったっていうね。で、3対3の同点になって、6回表ね、宮崎がホームラン打って勝ち越しするけども、7回裏にね、今度はワンアウト満塁、これね、ワンアウト2、3から大山敬遠されて、だからもう大山の次誰が打つっていうところでね、で、ここで糸原がしっかり犠牲フライ打ててね、で、1点目の同点ね。で、8回表、ピッチャー湯浅、牧三振ワンアウト、ここから宮崎センター前、桑原レフト前、で、上里がセンターへのタイムリースリーベース、で、ワンアウト3塁になってから、峰井のね、この、フィルダーチョイスだけども、もう峯井は絶対、もうエンドランかのように絶対ゴロ打つぜっていうね。で、上里とスライディングとスタートの速さ、グッ非常に素晴らしかったね。これはチームで取ったね、さ1点。この1点、7点目っていうのは非常に、大きかったかなっていうところはありますね。まあそういったところでね、もうこれ絶対評価すぜっていうところがね、うまく作戦でね、ハマった DeNA。まあ結果はね、阪神の2勝1敗でしたけども、全体的には、取られたら取り返す。これができたかできなかったかっていうところでね、勝敗につながったかなというところはあります。ね。まあでも阪神はね、A クラス入り、ここからどこまで登っていくか楽しみですね。で、続いて最後、ヤクルト対広島。17日7対2でヤクルト。18日10対6でヤクルト。19日8対3でヤクルト。ヤクルトの3連勝 !3 試合で25点ね。失点簿11点してるけど関係なしっていうね。しかもこのね、交流戦終わった後に、このね、シーズンが始まった時にどうするか。カープはね、大瀬良、ね、森下、あとクリーか床田、持っていって、もう絶対勝つ気でいかなきゃいけないっていうところで、広島が用意したのは、大瀬良、森下、クリー、三本柱が投げて3連敗。これはきつい。ヤクルトは、もう、独走体制。はい。11日、7対2でね、カープファンの皆さん、見てくれてますか？見ましょう。ね。まだこっからですよ。踏ん張りましょう。カープファンの皆さん、見てください。はい。11日、7対2でヤクルト。ヤクルト先発、サイスニード。8回98球、6安打2三振、2四球、1失点、1デッドボールと、LPB 自身最長イニングのね、8回しっかり投げ切った。ここね、まあ、低めに変化球しっかり投げれてたのがね、
やっぱ本当に再生率が良くなってきているところだと思いますね。で、広島先発大瀬良ね、4回79球8安打5三振無四球4失点とちょっと対応されるっていうところではね、この金曜日の試合ね、まずはね、広島が3回表にね先制すんのよ。まあ、ワンアウトからね、大瀬良フォアボール、野間がね、ライト前ヒット、これライト山崎がね、ファンブルして、三塁へ行き込めるんだけど、バーッと大瀬良ね。で、ワンアウト三塁になって、ウーサがね、ライト前ヒットで行って。で、このワンアウト一塁から菊池の6-4-3ダブルプレー、これがね、結果的に痛かったかなと。まあ、でもいい形でね、広島は先制するけども、取られたら取り返す。昨日の阪神 DeNA からの続きです。はい。昨日っていうかさっきです。3回裏ね、長岡がレフト前。で、サイスニードがバスター。ね。ショート小園、これをファーストに悪送球、バッ。あれ、普通に投げてればアウト。で、ノーアウト2、3塁になって、塩見がね、センターオーバー、タイムリーツーベースで1点。で、山崎三振するけども、山田がね、レフトへタイムリーツーベースで2点。で、ここでしっかり3点取ってね。だから、両チーム、相手のミス、これはあったんだよね。どっちもね。この広島は山崎のファンブルとかね。で、そっから連打が出るかどうかで得点差になったっていうところでは、菊池が6-4-3ダブルで、山田がレフトへツーベースのこの2点入るかどうかっていうところがね、結果ね、得点差、勝ち負けにつながったかなと。で、4回裏もね、ワンアウト1、3塁から、サイスニードね、バスターレフト前で1点取るんだけども、これ3塁ランナー青木スタート切ってたんだよね。だから俺、絶対サイン間違いなんだよね、スクイズ。でももう当てちゃったから、もう今流行りのエンドランになっちゃってるね、ランナー3塁でね。そういったところではもう、何をやってもうまくいく。結果がうまく回る。サインミスしても点取るっていうところではもう流れかな。で、5回裏、2アウト2塁からね、青木が、サードゴロ打って、それをね、ファンブル、ね、坂倉。で、その後オスナがね、ライト前タイムリーっていうところで、ちょっとカープミスが多いね。で、広島はね、まあ3回、5回、8回、このミスからの失点っていうところでもう自滅かなと。で、9回ね、ビッグイニング作りかけるけども、ね、いきなりマクブルーム、デッドボール、坂倉レフト前、上本ね、センター前。で、小園1点取ってセンター前、なおもノーアウト満塁から、まあ、ここでね、マグが触れてくるんだけども、まあ、長野、相澤、野間とね、アウトと。まあ、でも、ここからね、最終回に入ってからの6点差だからね、まあ、これはなかなかきついかなっていうところはありますね。で、18日、10対6でヤクルトっていうところで、広島先発、森下、5回3分の2、121球、10安打4三振、1四球、デッドボール4失点と。まあ、前半ね、本当に広島がいい流れで進むんだよね。まあ、初回にね、ヤクルトが、ワンアウト2、3塁からね、村上のセンターへのタイムリーヒットで、先制するんだけどね、まあ、2回表ね、すぐさま相澤がね、ライトスタンドでホームランを打って1対1。で、4回表、こちらまでまたね、上本がツーベース。で、相澤がセンター前タイムリーで2対1っていうね、こう全5回までね、2対1で、いい形で進むんだけど、終盤ね、ヤクルトに一気に持っていかれちゃうんだよね。で、ヤクルトはね、この4回裏に、長岡レフトツーベースで代打宮本がデッドボールで1、2塁作って塩見がね4-6-3ダブルプレー山崎アウトでチャンスを拡大できず、あ、これも前半で2対1広島流れ森下投げてる、このままで行くのかなって思いきや間の6回ね、しかも2アウトから代打内山がねセンターへのヒットで、2アウト2塁から塩見のセンター前ヒットで、2アウト1、3塁になって塩見が盗塁成功で2、3塁から山崎5球目をライトスタンドに逆転スリーラン、山崎ガッチナイスホームラン、ね、でその後ピッチャーターリーに代わって山田が2者連続のレフトスタンドへホームランと一気に4点、で5対2、でもここで取られたら取るんやっていうところでね、7回表広島もね先頭野間がねレフト前ヒットで宇草菊池アウトになるけどもマクブルームフォアボールで、2アウト1、2塁から坂倉がライトへタイムリーヒットで、上本がね、タイムリーヒットと2点取り返して5対4と行くぞってなった時に、7回裏ね先頭中村フォアボールからオスナ三振で、長岡センターツーベース、丸山レフトへタイムリーヒット、塩見ライトへタイムリーヒットで、ピッチャーケムナから松本に変わるけども、ワンアウト三塁山崎幸太郎、内野安打、これマクブルームバーッと補給ミスね、山田レフトへのタイムリーツーベースと一気に5点で勝負あり、ね、でその後8回にもね野間菊池のタイムリーでね2点取るけども、ちょっとバンチ急須っていうね、だからこの爆発力にねやられてるね全体的にね。でまあこのねカープとしてはやっぱ一番このここかなっていうね問題だったのが、やっぱ7回表ねこの2アウト満塁からやっぱ田口が出てくるんだよね。この田口がで長野が三振して、ここでね1本出てればね
初球ストライク取られた後2球目3球目ボールボールをね空振り三振、あのスライダーねしちゃったけども、ここで点取ってればね7回表さらにねちょっとどうなってたか分かんないけども、もう田口はね逆満塁男っていうね、満塁になったら出てくるよっていうところではね非常に田口の活躍ピッチだったと思います。あとはねこの7回裏のこの連打ね、さっきも言ったけどもこの連打の中であの塩見にね2アウトワンアウト1、3塁からデッドボールかなと思ったら当たってないって自分で申告して、その後3ベース打つ、キッチ塩見すごいね、俺だったらもう当たってたって言いそう、その中ね当たってかなと思ったら当たってませんって言ってその後打つんだからね、さすがだね。で、まあ、この試合ねヤクルトは塩見が1個、村上3つ盗塁してね、ちょっと広島ね盗塁されすぎっていうね、ワンアウト1、3塁からもうノース、もう完全スルーでセカンド行かれてるんでね、そこら辺はバッテリー含めてちょっとね、警戒、これからね対応対策していかなきゃいけないかなと思います。で19日ね8対3でヤクルトっていうところで広島先発クリね、5回81球6安打8三振2四球5失点と、まあ高めにね全体的にボールが浮きでボール先行して、まあ3本の基本塁打っていうところはまあなかなかきつかったかなと。でヤクルトはねもうヤクルトの攻撃ばっかり喋ってるんだけど、この試合もね、広島初回にね、先頭の間がツーベース、ね、中村健人送りバントして菊池がレフトへタイムリー、マクブルーブがねホームランになるけども、このね2点取ってんだけど、この間にねこの菊池がねこの石川の牽制に飛び出させられるんだよね。でそれでアウトになって、この菊池のやつも痛かったバッと、多分もう牽制続けてしてたからもうないだろうと思って山間で走ってるんだろうね。でもその後ねマクボールもホームラン、まあいたるホームラン出てなかったかもわかんないけども、ちょっとちぐさはぐさがねあるかなと。でも ねこの3連戦ヤクルトはもっと取られてもすぐ取り返すから、2回裏ね村上フォアボールで青木がねレフトスタンドでホームラン、石川が投げた試合は青木おじちゃんがよく打つねってねヒーローインタビューで石川がね、言ってましたね。石川自体はね7回91球7安打4三振無四球3失点と、まあ序盤ね初回にこの2マクブルームね打たれたら2点取られましたけど、それ以降は本当緩急使いながら丁寧にねフォアボールも出すことなく、自分の持ち味っていうのをね非常に出せて、しかも7回投げ切れた、まあもちろんね大量援護っていうところもあるけども、7回投げ切れたっていうところも大きいしね、まあ7回表にね相澤にホームラン打たれるけども、非常にねいいピッチング、200勝目指して頑張れねっていうところはあったと思います。まあね久しぶりの大量援護ね、こういう時もあってもいいかなとね。でまあヤクルトはねもう青木、村上、塩見、村上、浜口っていうね、あのもうホームラン5発で圧倒っていうね。でまあ広島はもう3本柱据えて3連敗はねちょっときついけども、ヤクルトは3連勝、いいところばっかりが出た試合でございます。さあということで終わりましたけど、申し送り事項いきましょうか。巨人対 DeNA、 ほう DeNA 皆さん巨人ねリリーフがバタついてますから、最後まで諦めないでドドドドッとね終盤逆転できますから、終盤頑張って気合入れていきましょう。巨人の皆さん、 DeNA ね若干打線が回り出してるんで、神里ねちょっと気をつけていきましょうか。ちょっとなんかねジョイント的にいい感じで、ね、回ってきてるんで、もし出てきたらね神里気をつけていきましょう。中日対ヤクルト、中日の皆さん、ヤクルトもうやばいよ、3連勝で乗り込んできてるから、もうしかも全員打つしね、バン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 、もう誰警戒するとかじゃない、もう打ち合い臨んでいこう、もうそれしかない、それかもう先発ピッチャー頑張れ、全員打つよ、ね、まあ、でも塩見だね、塩見をとにかく出さないように頑張っていきましょう。ヤクルト皆さん、ドラゴンズね阿部状態良くなってきてるんでね、4番にも据えてそういったところではね 1,2 番をしっかり抑えてれば大量失点はないんで、そうなればね持ち前の打線で勝てますからね、そこら辺は頑張って行ってください。広島大阪神、広島の皆さん、タイガースね、やっぱ大山は本当気をつけた方がいい、しかも大山を歩かしてもね糸原が頑張ってるんでね、まあ、なんとか大山を研究して抑えていきましょう、はい、阪神の皆さん、カープねもうエースとかもう中心のピッチャー3人投げさせて3連敗になっているんで雰囲気がガタガタですから、ここ一気に叩き潰しましょう、楽天対日本ハム、楽天の皆さん、日本ハムねいろいろやってきてますけど、そんなに3連戦身を結んでないんで、ここはね叩きどころです、ね、ソフトバンクに3連敗しましたけども、ここでしっかりやり返して五分にしていきましょう。日本ハムの皆さん、秋田に変わったらいい風吹くってビッグボス言ってましたよ、だからそこねいい風吹かせれるようにね、負けてもいいじゃない、いい試合見れたらいいと
言ってる人いるよってね、ビッグボスが言ってたんで、勝ち負けじゃないっていうところをね意識して、負けてもいいや、伸び伸びやろうっていうところがね勝ちに結びつくかも分かりませんよ。ロッテ対西武の皆さん、ロッテ荻野やばいよ、荻野気をつけて、荻野高部これ塁に出したらほぼ負けますよ、はい、ロッテの皆さん、西武ねやっぱり結果見てても山川だから、もう山川歩かしてもいいぐらいの気持ちで戦っていきましょう。山川だ、山川、あとね長リリーフインで序盤攻めていきましょう。攻撃陣はオリックス対ソフトバンク、ソフトバンクの皆さん、オリックスね吉田杉本ここが連動しなかったら大丈夫なんで、分断させていけるかどうかが勝負ですよ。この分断が成功すれば打線つながらないんで大量失点ないですから、しっかりねそこら辺は頑張っていきましょう。オリックスの皆さん、そうですね、柳田がねちょっと打ち始めてきてるんで、柳田に一発打たれちゃうと状況がね悪くなってきてるんで、柳田グラシアル、この2人をね徹底マークで、あとね周東が今勢いよくね足も使いながら頑張ってきてるんで、ちょっとねチーム全体的に状態が上がってきてるんで、まあ、柳田グラシアルをしっかり抑えながら周東をねしっかりカバーしていきましょう。はい、さあということでね、最後にベストライン発表していきましょう。パ・リーグからピッチャーオリックス山本ノーヒッター、でキャッチャーオリックス若月ノーヒッター2人で勝ち取りましたから、ファーストロッテ山口レギュラーダッシュ、セカンドロッテ中村翔吾5安打6打点上り調子です。サード日本ハム野村3連戦マルチ連発です。ショートオリックス紅林 X、 レフトソフトバンクグラシアル3本ホームラン、センターロッテ高部兄弟は美容師です。ライトソフトバンク柳田復活ののろし、 DH ロッテ荻野貴司こっからチームと一緒に浮上していきます。リリーフロッテ増田オスナが来ても守護神頑張れ、サイレンが鳴らないようにしてください。セリーグいきます。ピッチャー中日大野グッピッチ、キャッチャー中日木下、中日の逆襲はあるか、ファースト阪神大山3本塁打、セカンドヤクルト山田チームは優勝へ独走態勢、サードヤクルト村上三冠王へ、ショートヤクルト長岡3試合で7安打はすごい、レフト中日アリエル・マリティスサヨナラヒットホームランも打つ、いい形で打線を回してます。センターヤクルト塩見3試合で8安打1ホームラン6打点1番なのに非常に下位打線からつながりがいいです。ライト DeNA 神里5打点ね、いい形の活躍です。リリーフヤクルト田口逆満塁男、満塁は防ぎますよ。はい、ということで終わりです。62分15秒でございます。1時間今日もたっぷりお伝えしました。まあ6月ね、後世セリーグはヤクルトをしっかり止めていかないともう独走体制入っちゃいますよ。逆にパリーグもソフトバンクはこのまま勝ち続けると独走体制入ってくるので、どこまでね、踏ん張れるかっていうところがポイントになってくるでしょうか。ということで今週もプロ野球楽しんでいきましょう。それではさよなら。